もみの木ひかるです。はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ちょっと待って、カメラの位置、カメラの位置。はい、ご機嫌いかがでしょうか。はい、まあ、前回前々回ともみの木歌劇団、第2弾としてベルサイユのバラより今宵人よをね、皆様とセリフで、遊ぶっていう動画を出させていただいたんですけれども、またちょっとそのアフタートーク的なものをしてみようかななんて思ってます。いやー、あれね、どうでしたか皆さん。なんかセリフって意外と難しいなってすごく思ったのと、なんか一人で撮ってるとね、あの自分がアンドレのセリフとか言って、あの相手のねオスカル役の、まあ、オスカルのセリフとかを待ってる間がね、なんかねすっごいシュールで、一人で撮影しながらめっちゃなんかおかしくなってきちゃったんですけど、どうですか皆様、楽しんでいただけましたかね。いや、でもなんかあのコメントをたくさんいつも本当いただいて、皆さんすごい嬉しいんです、ありがとうございます。あのコメントとか読ませていただいてると、あの結構皆様あのやりましたとか、あの一生懸命やってたけどやっぱり爆笑してしまったとか、なんかね本当にいつもね皆様のコメントが温かくて、いや私本当にあの何なの皆様、天使なのって常々思う。いやでもね、あの私のチャンネルには、まあ、メインチャンネルもそうですけど、絶対に愛ある優しい人しかたどり着けないっていうもう設定をしてるんですよ。だからもう皆さんは本当にね、たどり着いて見つけていただいた、もう愛にあふれた愛ある戦士ですよね本当に。いやー、でベルバラですけどね、あの反省点はもちろんいっぱいありますけど、いや一人でラブシーンってめっちゃ恥ずかしいですよね。なんか一人で愛しているとか言うの。いやでも反省点としては、まあ、やっぱここね自分のお家で撮影してるので、やっぱあんまり大きい声出すと隣近所にご迷惑じゃないですか。しかもすぐそこ道路なので、人通りも結構あるのでね、多分私のオスカールとか言ってる声とか全部聞こえてると思うんですよね、通行人の方に。いつもあのお家何してんやろって絶対思われてると思うんですけど、いやー、もっと本当は大きい声で腹の底からもっと感情を込めて、なんか恥ずかしさとか全部振り切って本当に入り込んでやりたかったなっていうのが反省です。いやー、なんかちょっと中途半端やったなーと思って、いやーでもなんかこの状況でめっちゃ大声で愛しているかとか叫ぶのも結構叫んでますけど、いやー、うん、まあそんな感じでちょっと反省点はそこでした。そこ、私アンドレのね、最後の見果ての夢よ、永遠に凍りつきセピア色の化石ともなるっていうセリフあるじゃないですか。あれめっちゃ好きやったんですけど、もう今回ね、私の参考にさせてもらった花組さんのアンドレにはそのセリフがなかったから、ちょっと残念やなーっていうのは、うん、ありました。うん、あとあれですよね、何やっけ、バスティーユの前の場面とかも、そう、ベルバラってやっぱ名台詞が多いじゃないですか。シトアイアンみたいなね、あのアンドレの子、オスカル、どこだオスカル、アンドレ見えていないのかみたいなやつね、あれ、あんなんとかもやりたいですし、あのコメントでもくださったんですけど、あの一番最後の王妃様との弾頭台に行く前のフェルゼン様とのやり取りの場面あるじゃないですか、一番最後の
あれをやりたいですっていうコメントもいただいてたので、あれもいいですよね。うん、フェーフーゼンっていうやつ大好きです。いや、次回もみの木歌劇団何しようかな、まだ何も決めてないんですよね。何したいですか。でもあのよくやっぱエリザベートとかファントムっていうリクエストをいただくので、今度エリザベートやりたいな、またねえやりたいですよね。あとはちょっとマニアックな90年代のなんかやりたい何がいいかな。いやでもバロンの末裔の記事打ちの場面とかやりたいですよね。いいですよね。あとあのあれ、国境のない地図のベロニカがあの、あなたは盗聴されていたのですとかいうあそこはい、それではまあうん、ベルサイユのバラ皆さん楽しんでいただけたと信じております本当に、いや本当にこんなに付き合ってくださる方の心の広さってすごいなって思います。はい、それではまた次回ももみの木チャンネル、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは皆様、もみの木ひかるでしたありがとうございました。またねー。